この調子で夏らしい子もう一曲やりたいと思います。これもね、母が歌ってたので歌ってみます。ハートのイヤリング、みんな知ってますよね。すっごい有名ですよね。ハートのイヤリングってね、でも冬っぽいよね、あれは夏っぽくなくて冬っぽい曲だけど、でもね、なんか歌いたくなったので関係なく歌っちゃいます。Stay with me ですよね。ハートのイヤリングね、結構ね、ちょっと悲しい歌詞ですよね。歌えるかな。ハートのイヤリング、みんなお好きですか。ね、他の誰かにもらったのってね、そんなの言っちゃうんですね。ね、ちょっと悲しいね、やっぱね。うん、始まった。Stay with me, I'm begging you. 春が来たね、人影のないカフェの窓。白く煙るの Stay with me 気にしてるのハートのイヤリング他の誰かにもらったの嘘のつぶやき優しく叱ってよ焼いておくれないのそんなに冷めてしまったのあの子の噂など信じたくないけど本当だったらはっきりさせてね。あ、こんな曲だったんですね、やっぱ。Stay with me 見たがったロードショーさんあのこと先に言ったので言葉にぶした Stay with me 悔しいから好きに行くわ頭の中でこしらえた彼と一緒に優しく叱ってよ男らしく抱いてお前は俺のものと言ったあの子は友達と笑い飛ばしてみてすぐに明るく許してあげるわさよならと今言ったの遠すぎて聞き取れない優しく叱ってよ素直じゃない私素早く席を立たないで背中を見送ってそっと外したいやり道に捨てれば雪が隠す春になる頃あなたを忘れるこんな曲だったんですね。なんか初めてちゃんと聞いたかも。こんなホラーだったんですね。すごいこう歌いながらなんかおかしいや悲しいやねえびっくりですね。ひどいね、こんな曲だったんだ。
やきもちを焼かせたくてハートのイヤリングをしていったのに、他の誰かにもらったのってね。でもさよならって言われたって、それであなたが席を立った後にハートのイヤリングをそっと外したって、こんななんかシュールな、そんな辛い曲だったんですね。すごいびっくりしました今。なんかちゃんと本当に最初から最後までちゃんと、なんか母は歌ってたと思うんだけど、なんか改めてこんな歌詞だったんだなって思ってちょっと驚いちゃいましたね。振られる曲だったんですね。しかもなんか焼き餅を焼かしたくて偽りでつけていたハートのイヤリングまでしていったのに、それでも振られちゃうっていう、なんかねえ、こんな歌詞だったんだね。いや、こうなりたくないなって思う曲ですね。かわいそうな曲だったんですね。もうちょっとハートのイヤリングもつけたくなくなっちゃいそうな曲ね、歌詞だったんですね。ねえ、そっか。でもきっとハートのイヤリング多分流行ったんだろうな、これ流行った時は。1984年って書いてあったから、私が4歳の時ですね。ねえ、皆さんもでもね、好きなのかな。母も好きだったと思うんですけどね。あ、ちょっとなんかいろいろ衝撃でしたね。かわいそうな曲だったんだね。ねえ、いろいろ幸せな曲いっぱいあるけどね、これはこんな曲だったんだなって思ってね、ちょっとしんみりしちゃいました。はい、ありがとうございました。ハートのイヤリング聴いていただきました。